なたは私のことをベアトリーチェと呼ぶ。カスティリオーニのご令嬢とは呼ばないわ。金蔵は親しい者にはなんて名前で？いえ、普通に金蔵と呼ばれていました。じゃあ、あなたは私をベアトリーチェと呼ぶのを改めるべきだわ。親しい人間は私のことをビーチェと呼んでいた。あなたもそうしてくれると嬉しいわ。わかりました。これからは親しみを込めてビーチェとお呼びを。ダメダメ、堅苦しい言葉はダメ。だって私たちはもう友人なのだから。あの美少が、あれから何十年を経ようとも我が記憶より薄れることはない。おじい様はベアトリーチェと出会うことで自分を取り戻されたのですね。平たく言いや浮気だな。ウィルさんは今後も失言を繰り返されるなら、お尻をかばわれる癖をつけることをお勧めします。おじい様にとってロッケン島はベアトリーチェと初めて出会われた特別な場所だったのですね。うん、私がこの島に来ることがなければ出会うこともなかった奇跡の島なの。その潜水艦基地の名残とやらは今も残っているのか？クアドリアンの近くに今も残っている。外界からは見えぬ入り江の影だ。不吉がって漁師たちも近寄らなかった島だ。私以外に知る者はもはやいるまい。クアドリアンと屋敷を結ぶ2キロにも及ぶ地下道はその基地の名残なのか？そうだ、鍾乳洞を改造した広大な地下壕で地下を網羅し、島内各地を要塞化するなどという寝言の残骸だ。私はその地下道を生かし、島の両端に二つの屋敷を作らせたのだ。二つの屋敷、二つの家族、後宮家の屋敷と、後宮家から解放された金蔵の屋敷だったのですね。そうだ、私には必要だったのだ。後ろ宮という呪われた姓から逃れるもう一つの場所が。しかし同情するよ。はるばる日本までやってきて任務を成し遂げられなかったとは気の毒の限りだ。パパの任務が何だったかよくわからないわ。どこか遠くへ逃げ、大切な日までそれを隠さなければならないと言っていた。それとは？わからないわ。それはとても大切なもので、大切な日まで何年も隠しているつもりだったみたい。いえ、それと一緒に隠れているつもりだったみたい。私に異国の地で長い時間を過ごすことになるかもしれないと謝っていたから。アンジェロ少尉は罪には特になく、君の父上が輸送すべき要人だったと言っていたが。少尉はあなたたちを信用してないわ。私でさえ知っていることをいくつも隠してる。ひょっとすると少尉はパパの目的と罪にを知っているのかも。それが何だったにせよ、それはイタリア軍の任務さ。俺らには関係ないね。むしろ同盟国なんだ。頼ってくれればいいのに。金蔵が良い人であることは疑わないわ。少尉にもあなたは信頼できる人間だと伝えてるんだけれど、どうして男というのは異教ではむやみやたらと厳格になるの？普段はみんなもっと陽気な人たちばかりなのに、ここへ来てからみんな妙に空気が張り詰めているわ。少尉は部下たち全員に常時銃を手放さないように命じてる。まるでここが敵地かのようだわ。
軍人ならおかしいことじゃないさ。むしろこういう時こそ規律を引き締めて友軍に恥ずかしいところを見せたくないんじゃないか。就寝時には必ず寝ズ板を立てるし、もう航行できないスクラップ同然の潜水艦に今もあなたたちを近づけないように見張りを立てているわ。私はなんだか日本人を露骨に毛嫌いしているように見えて気持ちが悪い。慣れない生活を強いられて、みんな気が立ってるんだろう。天候とお上の都合で、君たちを本土へ運ぶ船の派遣がまた遅れてる。君たちをいつ、本土へ送ってあげられるやら。仕方がないし、それも悪くないわ。だって船が来てしまったら金蔵とはもう会えなくなってしまうんでしょ。お、確かに。アンジェロ少尉だよ。君に用事みたいだ。またおこごとかしら。日本人とあまり親しくするなと最近うるさいのよ。少尉はとても重要な話があるからあなたたちの指揮官に合わせてほしいと言ってるわ。協力を求めたいと言っている。何のことかわからないわ。重要な話。わかった。山本中尉を探そう。いいぞ、開けろ。なるほど、イタリア人どもが我々を潜水艦に近づけたがらないわけだ。というの？すごい。こんなの生まれて初めて見た。
なぜこんな大量の黄金を国外へ。これだけあればイタリアの戦局を変えられたかもしれないのに。戦局を変えるのは武器でも、戦後は何の役にも立たない。確かにお金も戦局を変えはするでしょう。でも戦後にもその価値は変わらないわ。注意。イタリア人たちはこの黄金のことを本土へ報告しないことを望んでいます。我が国に横領されたくないからであろうな。彼は何と？日本が黄金を横領するのを恐れているから報告されたくないのだろうと言っている。少尉はむしろイタリア本国に知られることを恐れているわ。私たちにとって今の祖国は連合国の傀儡政権。彼らに知られれば黄金は返還することになる。しかしそれは私たちの敵に黄金を渡すようなもの。後ろ宮、イタリア人たちに提案せよ。我々は協力を申し出たいとな。協力とは？イタリア人たちの言い分はこうであろう。彼らはその黄金を祖国に知られることなく隠したいわけだ。しかしこの島から運び出そうとすれば輸送船を手配せねばならなくなる。そうすれば本土に知られ、さらにはイタリア本国にも知られることとなる。そうなります。つまりあの黄金はもう六軒島からは運び出せない。この六軒島基地は誰も知らぬ秘密基地だ。近隣の島民たちはこの島を不吉な無人島と信じて近寄りもしない。言っている意味がわかるか、後ろ宮。彼は何と？前にも話した通り、この六軒島基地は誰にも知られていない。見ての通り戦略価値は何もなく、上層部にもすでに忘れられてる。注意はこの島に黄金を隠してはどうかと提案したいみたいだ。激しく議論しているわ。他に手はないという者もいるし、それでも祖国に忠誠を尽くすべきだという者もいる。少尉は板挟みになってるわ。
我々が協力すればあの黄金を厳重に隠すことができるぞ。幸いなことに廃棄された地下壕が長々とこの島の地下を横断している。この島の地下に黄金を隠して埋めれば誰にも発見できないと言ってる。現実的な申し出だと議論してるわ。でも日本人の手を借りるのに抵抗を感じてるみたい。議論が難航しているようです議論の余地などあるのか、イタリア人。我々の協力なくばあの黄金は隠せんぞ。まさかいつまでも波打ち際に積み上げておくわけにもいくまい。アンジェロ少尉は黄金のことを知る人間を最小で抑えたいみたい。日本人は信用できないけど、山本中尉の申し出が今は最善と見てるみたいよ。でもいぶかしがってるわ。何を？10トンの黄金を隠すという労力の提供と守秘義務を彼らが本当に無償で提供してくれるのかとね。五分と五分だ。注意、それはまさか。あの黄金の半分を我々によこせ。それを手間賃に、残りの半分を厳重に隠して。半分をよこせと言ってる。本来なら断りようのない話だ。8割を要求してもおかしくない。それを敬意を表して五分と五分にしようと提案しているのだ。これは我々だけに優位な話ではない。イタリア人たちが外部にこのことを漏らせば、全ての黄金は日本かイタリアに接収されるだろう。我々には1円たりとも転がり込んでこない。我々は全員が共犯でなくてはならない。全員に着服の共犯になれと言ってる。注意はすでに軍人としてでなく個人として話をしている。なんてこと。黄金に目がくらんだのね。あのまま山積みにしていれば